はい、次のステップはですね、スクリブルフットというステップをやってみましょう。このステップはすごくクイック、速いステップなので、ゆっくり焦らずに何回も練習してみましょう。それではやってみます。まず右足を出します。左足クロス、右足戻します。ここまでがワンカウントで、ワンカウントで3つのステップを踏みます。非常に速いんですが、ここはワン、エン、ワンカウントで3歩踏みます。左も同じようにステップしてクロスして戻します。ここも同じように、右と同じようにワンカウントで3歩踏みます。ゆっくりいきます。ワン、エン、ツー、エン、ワン、エン。すごく速いステップなので、ステップをできるだけ大きくせずに、小さくていいので、クロスするところはクロスする、そこをしっかり、押さえながら踏んでください。ゆっくりいきます。ワン、エン、ツー、エン、ワン、エン、ツー、エン、ワン、エン、ツー、エン。慣れたら今度は踏むときにちょっと跳ねます。前にクロスです。ワン、エン、ツー、エン、ワン、エン、ツー、ワン、エン、ツー、エン、ワン、エン、ツー、エン。はい、それでは音やってみます。6、7、8。かかとを一切使わずにつま先だけで踏みます。膝のバネをしっかり使いながらやってみましょう。はい、このステップはすごく速いステップなので、ワンカウントで3歩ですね、3連というやつですね、すごい速いので音に遅れないように、あとはかかとをほとんどつかなくていいので膝のバネですね。もうこれはクラシックのベーシックのステップ全般に言えるんですが、膝のバネをしっかり使ってゆっくり焦らずやってみてください。はい、ですね、以上で代表的なクラシックのベーシックステップやったんですけど、全般にステップ全般に言えるのは膝を使うことですね。膝を使って膝のバネを使いながらステップを踏んでいくとすごくリズムに乗りやすくなるので、焦らず練習してみてください。